はい、どうもゆうたです。今回はノンブラシ洗車機ですね。ノンブラシ、よく洗車機入れるとこのブラシで傷つくって言うじゃないですか、車が。まあ今結構技術が発達してるんでそんな傷つかないと思うんですけど、ちょっとノンブラシ洗車機っていうのをちょっと僕やったことないんで、どんなものかちょっとやってみたいなと思って今洗車場に来てます。いや、あれがノンブラシの洗車機になります。ちょっと今から突っ込んでいきたいと思います。ちょっと GT ウィングが心配なんですけど、ちょっと他の YouTube のチャンネルでやってる方で、まあ、GT ウィングじゃないんですけどウィングついてても平気だったんで、ちょっとねやってみたいと思います。はい、今入れました。で、ちょっとじゃあお金を入れていきたいんですけど、水洗い、僕最近コーティングしてないんで、ワックス、撥水コート、ワックス何がいいかな。撥水コートにしますか。ちょっとお金を取りますね。撥水コートっていうのにしましょう。3、すべてありにして5、なんだこれ、あり、はい、ここに非常停止があります。ちょっとウィングが本当心配なんで、やばかったら非常停止を押すしかない。あ、ちなみに車は今こんな感じで結構汚れてますね。こんな感じで、今これは何をしているんだろう。ウィングも普通に平気そうだ。あれか、今シャンプーを多分かけてるところっぽい。ちょっと泡が出てる。すごい。うわ、飛んでくる。
モンゴラシ洗車機ってでもほぼどこにでもあるわけじゃないんで、今僕はどこだこれ、何て言うの、江戸川区なのかな、東戸塚とかの駅の近くなんですけど、横浜新道とか、ここにあるんで、検査してください皆さん。違うか、それは違うね。もう終わり？もう終わりなわけないよ。すごい、でもなんか結構綺麗になってるかもしれない。意外と綺麗になってるっぽいね。撥水コートみたいのはめっちゃ効いてる気がする。なんかツヤツヤで水が弾いてる。お、なんだなんだ、次はなんだ、もう一回何回これ往復すんのこれ。すごいね、普通の洗車機ってもう洗って速攻でね終わっちゃうんだけど、すごい贅沢だね。今度は何、なんだこれ、またなんかやってるけど。何をやってんだろう、水なのかな、何なんだろう、コーティング剤なのか、結構弾いてるね。こっから見ても多分映像でも分かりそうだよね、この弾き具合。これでエンドって文字が出てるんで、多分終わりですね。ここにエンドで、これ入れるときにここに車止めがあるんですけど、これ多分車庫端の方は僕ギリギリだったんでちょっときついと思うんで、はいはい、今ノンブラシ洗車機が終わりました。でじゃあとりあえず前の方から綺麗になってるか見ていきましょうか。見た感じ目視では結構綺麗にはなってます。ちょっとタオルで拭いてみますか。あーでもどうだろう、あーでもちょっとこう汚れるね。
ちょっと汚れはやっぱり完璧には落ちないみたいですね。ちょっとルーフ行ってみますか。ちょっと拭いてみますね。ってますよっていう感じかな。うん、横はこれちょっと見えるかな。やっぱ残ってるね。拭くとあれだけど落ちるけど、こことかもこれ水垢残ってますね。結構汚いねこれ。こんな感じ。汚いね。まあこんなもんでしょう。そんなに綺麗なことを求めて期待はしてなかったんで。後ろとかはどうなんだろう。ここね、特にね、RRX EJ はね、黒いすすがたまるんすよ。まあ、やっぱ汚れるね。後ろは結構汚れるんすよ。で、まあもちろんのこと、ホイールは全然綺麗になってません。ダスト残りまくり。まあブレーキ、パッドもそういうパッドなんで、まあしょうがないんですけど、こういう感じで、まあさすがにね、ホイールでもコーティングしてるんで、あの水洗いですげえ綺麗になるんですよ僕のやつは。だけどやっぱブラシとかスポンジとかでやっぱ洗車してあげないと綺麗にはなりませんね。はい、一応ちょっとまあモンブラシ洗車機の検証というかね、実際に綺麗になるのかっていうことですよね。まあ結果的にはまあ綺麗にはならない。少しだけ汚れが落ちるっていうレベルかな。 GT ウィングは綺麗だね。ということになりました。はい、ちょっと拭き上げていこうかなと思いますこの後。はい、で一応ちょっと右側面運転席側を半分拭いたタオルの状態ですが、こんな感じで、まあ汚れはそんなに落ちてませんね。タオルにこんだけつくんで、まあノンブラシなんでそこまで求めるかって言われたらそんな求めてないんですけど、まあ綺麗にしたきゃ自分でやれっていう話ですよね。はい、まあちょっと別に綺麗になることを期待してやったわけじゃないんで、自分で洗車すればいいんですけど、ちょっと残りもじゃあ拭き上げていきます。はい、今一応一通りボディを拭き終わりました。で使ったタオルがこちら。まあこのぐらい、まあでもノンブラシで正直このぐらいの汚れがつくぐらいだったら優秀かもしれませんね。まあ多分コーティング結構しっかりしてる車なんかは多分あの水圧だけで結構汚れ落ちるような気がするんで、ここもまあ多少なりとはコーティングしてるんで、まあそれで落ちてるんだとは思うんですけどね。はい、ボディ見ていきますか。こうやって見るとまあ拭き上げたんでもちろん綺麗なんですけど、全然綺麗ですよね見た感じは。うん、めっちゃ綺麗、ツヤツヤしてるし、撥水の
コートもそういうコースにしたんで結構効いてそうな気はします。はい、一応検証は検証動画は一応こんな感じで以上になります。はい、